本塁打を放った大谷を出迎えるエンゼルスの面々。写真、ゲッティイメージズ。35歳キンズラーが示した、優しさ、彼が早く成功できたことが嬉しい。エンゼルスの大谷翔平投手はメジャーデビューから1週間で早くも数々の伝説を打ち立てている。1日、日本時間2日の敵地アスレチックス戦で6回3失点の好投で初白星を挙げると、3日、同4日のインディアンスとの本拠地デビュー戦では第1打席の3ランを含む4打数3安打3打点の大爆発。さらに4日、日本時間5日のインディアンス戦では2戦連発となる同点にランを放つなど5打数2安打2打点と逆転勝利に大きく貢献。投手として初登板初勝利、打者としては3試合で打率 .429、日本塁打、5打点と驚異的な数字を残している。動画、大谷翔平、サイ・ヤング賞右腕打ち、メジャー屈指の右腕から放った2試合連続となるホームラン、メディアとファンから大きな注目を集める23歳の二刀流。序盤の成功をもたらした要因としては、チームメイトのサポートも大きい。インディアンスとの連戦の間、喜びに沸くロッカールーム。でも、大谷に対する同僚の優しさは満ち溢れていた。地元紙の番記者が、イアン・キンズラー内野手にこんな質問をした。初本塁打後に、サイレントトリートメントで迎えたチームの雰囲気は、そして、スプリングトレイングで苦しんでいたが、すると、それまで笑顔で話していたキンズラーの視線が厳しくなった。